今日も元気にバイオ4やっていきます。 Feeling better? Yeah, seems like it worked. Bad news? All we've done is buy you some time. The suppressant's effects will wear off all too soon. You ready to go? Don't worry about me. Ashley is the priority. In that case...We know what we have to do. Then come, Sancho Panza! Let us rescue the Princess Dulcinea! You're gonna hurt yourself. Hey, that was my lance. Okay, we hurry, I get it. Why help me, though? 今回はなんとルイスと一緒に行動します。無職のプーが一匹増えたぞ。一応拳銃撃って援護してくれます。まあ全然タゲ取ってくれないのであまり意味ないですが、いないよりかはマシです。この岩を破壊するみたいですね。マイクラの TNT ブロックかと思いました。仕方ないので横道にそれます。敵がいますね。いつも通りですね。しかしこのエリア、嫌いです。確かに難しいゲームは好きですが、山みたいにダイナマイトや火炎瓶が飛んできて殺されても何も楽しくないんですよね。チェンソー倒した後にもう一体出てくるのも別にって感じです。そりゃ難易度は上がるだろうって。まあ、遠距離から削ってから移動しながら戦えばクリアできると思います。下手くそが文句ばかり言うな。ダイナマイトで巻き込んだりやりようはあると思いますよ。そんな技術ないのです。じゃあ難易度下げるしかないですね。絶対にハードコアでいきます。めんどくせえやつだなぁ。キモいですわね。お前で最後だ。バイバイ。階段を登って室内に入りまして。レバーを下げると道が繋がります。すると取るに足らない増援がやってきます。本当に取るに足らないですね。繋がった道を通って、ダイナマイトを拾います。敵攻撃するようにもっといっぱい持ってきた方がいいと思うんですけどね。この行動ごと全部埋め立ててやりましょう。粉塵爆発も視野に入れております。岩にダイナマイト埋め込んで爆発させます。こんなに必要なんですね。リメイク前より威力下がってますね。そんなことはなかった。絶対にこんなに必要ないと思うんですけど。ドカーン。なんとかこれで敵攻撃できないですかね。先に進みましょう。After you, I insist.Such a gentleman. Now you owe me. Please, heads up! Now we're even. Is it always like this with you?ダブル巨人戦です。まずはノーマルタイプを普通に倒します。サラザールの姿はほっときます。ポケモン新作ですか?こいつら操る側でもプレイしてみたいですね。とどめだ。さて、こっちの方が厄介ですね。銃撃も効かないのでひたすら逃げ回ります。なんだこの逃げ侍。ルイスがダイナマイト抱えてやってきました。彼ごと吹き飛ばしてはダメですよ。鉛玉くれてやるよ。うおー。最後にマグマに落としてゲームセットです。I'll be back。それにしか見えません。ルイスを向こうに送りまして、扉を開けてもらって先に進みます。道なりに進んだら、二人でトロッコに乗り込みます。リメイクでもこの要素あるんですね。あまり大変じゃないといいんですけどね。まあでも二人いればスピードも二倍なんじゃないですか。いえ、四倍速です。
本攻撃受けてもトロッコの耐久が減るだけで体力は減りません。武器は初期のレッド級のみのようです。まあルイスの持ち物でしょうかね。弾は無限、敵や障害物、線路の切り替えを打ったりして進みます。一番の隙はリロード中ですかね。何にもできません。お空を飛んでるみたい。地上は敵がうじゃうじゃしてるので絶対空中の方がいいですね。ブルルルル。ただし核根製のヘリ、てめえはダメだ。ヘリじゃなくて A10 にでも乗ってくればいいんですけどね。終点に到着です。かと思ったら第2ラウンド開始です。この辺の交通はトロッコに依存しています。また同じように進んでいきます。左に傾くときは右に、右に傾くときは左に傾けないと横転します。リアルになってますね。まあでも、よりリアルになればなるほど面倒くさくなりますからね。銃はジャムル、耐久値がある、拳銃はブレまくる確かに面倒くさいしいらないですね。でもリアルにこだわるゲームも楽しいです。零下100にした方がいいんですかね。ストーカーシリーズは本当に面白いです。銃撃っても当たんないですけど。トロッコは落下していきました。この路線は欠陥品でしたね。しかし敵は毎日これで失禁してるのですよ。戦わずに勝てそうですね。どうやらあれが地上に戻るエレベーターのようです。あららー。ソールドアウトかな。よっこいせ。降りれるようなので一旦下に降りてからエレベーターに向かいます。迂回すればいいだけさ、何かあるかもしれませんし。とりあえず虫はいました。倒せたかどうかいまいち判定できないんですよね。虫を倒しながらエレベーターに進みます。特に大したものもないです。なんとかたどり着きました。日の光を浴びに帰ります。早く来てもらっていいですか？嫌われてるようですね。後で好きになる薬売っておきます。I'm beat. Makes you appreciate tech like this. I don't get you. Why risk your life like this? You don't know us. I told you. It makes me feel better. Be straight with me for once. Los Iluminados. I was working for them. See? There you go. Helping the two of you doesn't make up for it. I know that. But still...don't want anyone else to get hurt. In that case, you better get serious. Harsh words for a squire. We're out of that hellhole. The fresh air is calling our names. Por fin! Gus, if we made it all this way,You know it means we're almost... Almost what? Luis! Long time no see, rookie. Major Krauser? What the hell? Why? Recovering stolen goods. And killing a few rats along the way. Easy work. Ashley, it was you. You catch on quick. Didn't I teach you? Knives are faster. Not blood.
ここでクラウザー戦です。ルイスの仇を撃ちましょう。早速攻撃を食らいましたね。ルイスにもらった薬が効いてるんで、こんなの痛くも痒くもないです。それ多分モルヒネかなんかだと思うんですけど。どうだいていか、ルイスはもっと痛いぞ。甘い、まだまだ。どうしたそんなもんか。成虫などともらい物の力に頼るから劣化するのだ。これが本物の左ミドルだ。めっちゃ圧倒してるように見えますが、スペース連打してるだけです。ぐへい、今度はイーキーも連打しておきます。二度は通じないんですね。これで最後だ。Enough play, rookie. You haven't changed a damn bit. What a disappointment. Not looking good, eh, my friend? And such a loss to the ladies of the world.Don't talk. Take this. The key to my laboratory. Go there and remove those damn parasites. Help Ashley. You know.Shitty life. But now, eh? What do you think, Leon? People can change, right? これでチャプタークリアのようです。今回はこのくらいにしておきます。ご視聴ありがとうございました。お疲れ様でした。